1914年当時、ダビド・ダビドビッチ・ブルリュークは、ロシア未来派の画家。ロシア未来派の中心人物の一人で、ロシア未来派の父と呼ばれることもある。ロシア帝国のハリコフ県に生まれる。1898年から1904年にかけて、火山とオデッサの美術学校に通い、ミュンヘンの王立アカデミー、パリのエコールでボザールに留学し、絵画を学んだ。 1910年代は、モスクワを中心に活躍。1910年に、ウラジーミル・マヤコフスキーらと出会い、未来派としての活動を開始。弟のウラジーミル・ブルルークと共に、青騎士に参加。ダイヤのジャックや、ギレヤにも加わる。1912年には、未来派文集、社会の趣味への平手打ち発表に参加。1918年には、 マヤコフスキー、バシー・リー・カメンスキーと共に、未来派新聞を一号のみ観光、立体未来派を組織した、絵画、市を中心に活動。1917年まで、ウラル地方に居住していたが、ロシア革命の勃発に伴い、ウラジオストクに転居。1920年に来日。同年10月には、ビクトール・パリモフと共に、日本における最初のロシア画展を、 開催1921年、木下周一郎と未来派の講演会を開催。同年、第2回未来派美術協会展にも出品。1922年、渡米し、以後ニューヨークに定住した。1967年、ニューヨークで没。代表作として、1912年の文集、社会の趣味への平手打ち、1932年の、次選集、1、2世紀などがある。 未来派とは答えると、今日ち1923年、中央美術者、ありがとうございます。